皆さんこんにちは、ワークマンアンバサダーのサリーです。今日はですね、ララポートとワークマンの許可を取って撮影許可いただきまして、店内の撮影させていただくことになりました。2月の下旬のですね、ワークマンプラスどんな商品があるのかちょっと見ていきたいと思います。はい、というわけでやってまいりました、ワークマンプラスです。入り口にはですね、マスク着用してくださいという看板であるとか、アルコール消毒ありますので、少人数で、一人でこれ静かにね、お買い物をしてまいりました。で、フルジップコットンパーカー置いてありましたね。これ私が一作目ですね、開発協力した商品です。あとこちらが、アスレシューズハイバンス1900円、この黒がすごく履きやすくてよく履いてるんですけども、これのレッドとブルーが新色で入っていました。あとこちらのユーティリティメンクライミングパンツ、これもね、去年もうすごい履き倒したと言えるパンツなんですが、すごくおすすめの、商品ですね。さて中入っていきましょうか。ですね、あ、これね、この前ちょっと他の店舗で見て気になってたムーブアクティブランノーカラージャケット1500円、これがね、小さいサイズもあって M サイズですかね。グレーとかカーキとかあって、こちらのね、ちょっとネイビーとかも気になりつつ、なんかちょっと欲しいけど、まあもうちょっといろいろ見て回ろうかなというところです。でデニムが出ていて、あとこちらね、パーカーいいなと思いました。1500円でムーブアクティブビッグシルエットパーカー、手触りがすごくなんだろう、しなやかな、ふにゃーっとした、ちょっとね、ほんとこれ独特な、ちょっととろりとしたような感じの、パーカー でかなりビッグシルエットの穴もいいなと思いました。でベージュ、ブラック、ネイビー、グレーなどもあって、これはちょっとね、後で試着してみようと思った商品です。これね、新商品でしたね。でこの辺は肝のついたあったかいパンツ、これちょっとセールになってましたね、価格安くなっておりました。もともと安いワークマンの値段からね、下がってましたね。あ、こちらのペットボトルホルダーなのかも、980円、こちらも在庫がありました。あとはこれマネキンですね、マネキン、あと、あ、結構ね、そう、ここのララポートの店舗は冬物のアウターがかなりまだまだたくさんあってですね、ちょっと店舗によってはもう冬物全然置いてない路面店なんかもある中で、かなり冬物も多くて、しかもセールで3割引きだとか半額になってる商品もあったので、まだね、冬物もちょっと欲しいなっていう方はぜひね、このララポート湘南平塚店はおすすめじゃないかなと思います。こちらもね、3900円が1900円、これかなりモコモコの、本当に真冬に着るような感じのアウターです。こちらもね、2900円が1900円になってる、ジャケットがありました。はい、でこの辺りはちょっとスポーツ系の服があったりで、そうですね、この辺もかなりスポーティーな感じのアイテムですね。でちょっと靴も見てみたんですが、これ先ほど最初に見たハイバウンスシューズ、バウンステックっていうすごく高反発のね、シューズで、足が疲れなくてすごく歩きやすいです。あとねこれが新作なんですけど、ドリブンソールって言って、先のつま先がギュイッと上がってるソールなんですね。そうすると一歩がすごく踏み出しやすいという、そういう商品です。こちらカラーがブルーとグレーの2色がありました。あとは、ライトスリッポン、こちらの赤が新色ですね。これもね、春なんかすごく履きやすくておすすめです。でこちらの、ニットシンクロシューズ的な、ちょっと名前違かったかと思うんですが、これはね、ワークマンが、仕入れている商品ですね。他のメーカーさんが作って仕入れている商品、こちらもね、1500円です。これはちょっと前からある商品ですね。他にね、黒とかもありましたよ。で、ケベックネオ、もう真冬のシューズね、まだまだ置いてありますのでですね、足元冷えるなという方はぜひ、まだまだ暖かいブーツ履いていただければなと思います。私も今ね、未だにまだ寒くてケベックネオじゃなくて普通のケベック履いています。で、この辺ちょっとお値段安くなってるゾーンでしたね。
もうやっぱりね、もう2月、もう3月になっちゃいましたからね。3月となるとそろそろもう春物が欲しくなる季節になるので、逆に冬物はお安く買える時期に入ってくるかなと思います。で、この辺はあれですね、ウィンドブレーカー的に着れる撥水加工のしてあるジャケット、木ストレッチレインジャケット2900円です。私もこれのグレーを持っています。あとね、実はひっそりとこうダウンジャケットなんかもまだ置いてありましたね。これね、天然のダウンとフェザーが入っているダウンジャケットになります。これはね、このお値段とっても5800円なんですけど、天然のね中綿なのにとても安いなと感じている商品になります。あとね、バッテリー入れて暖かくなるヒーターベストもほんの少し在庫がありました。あとこちら1500円で、ワークマンにしては珍しく、柄がついているタイプのパーカーがありました。あとこちら多分新商品のキャップですね。キャップじゃないですね、帽子ですね。それが980円、こちらのシャツ系も980円で、販売がされていました。で、これは私の好きな超撥水のマウンテンパーカー、これもねビッグシルエットですごく着やすくて、購入してからねよく出番の多い服です。あとこれは私のコットンキャンパーですね。コットンキャンパーも春になってきて、だいぶいろんなカラー増えてきますのでですね、こちらはグレーですね。グレーは確かオンラインでも、在庫がありますので、ぜひねこれからのキャンプシーズンに着ていただければなと。焚き火する時にね、火の粉飛んでも穴が開きにくいモデルになっております。コットンキャンパー他でも動画上げてますので、そちらもご覧いただければなと思います。はい、あとこちら冒頭でも出てきた私が開発協力したフルジップコットンパーカーですね。2500円、もうねアウトドアらしい色味にこだわって配色も考えさせていただきました。あとこちらも、薄手の、上から羽織る系のジャケットが出ています。次は、これね、あとね初めて見ましたね、1500円のダブルフェイステーパードアンクルパンツ、1500円で、ちょっとなんかね、あのジャージっぽい、ジャージ、なんかスウェットっぽいシューッとした感じのね、あの履きやすそうなパンツで暖かそうだなっていう感じもあってよかったんですが、なかなかねこういうジャージっぽいのは私が着ると部屋着になってしまうので、あのおしゃれに着こなせるね方にはとてもなんかいいパンツなのかなと思いました。本社でね社員さんでこういうジャージっぽいパンツを綺麗に着こなすね社員さんがいらっしゃるんですよね。で、あ、これスーツです。あのワークマンのスーツをこれ見たのが実は初めてで、こちらの店舗でね、あのまだ入荷したてだったのが M サイズも L サイズもで2色、黒とネイビー2色置いてありましたね。で、合わせるシャツとしてこの980円のデニムのシャツなんかもあって、あとこちらのパンツもありました、でパンツは S サイズもあったので、SML とパンツは種類が出ているようです。これね後で後ほど、試着してみましたのでご覧いただければなと思います。でこちらは綿アノラックパーカーですね、かなりサイズもカラーも豊富に置いてありました。でこちら先ほど私がいいなって言っていたビッグシルエットのパーカーの5分丈サイズはね1280円になってます。ちょっと暑いようなちょっと寒いようなそんな季節の時にね活躍しそうなパーカーですね、これねお友達がねワークマン好きのお友達が、買ったよなんて実は LINE でね知らせてくれたパーカーでした。あとこちらちょっと前の動画でもご紹介したんですが、レディースのステンカラー構造ですね、撥水もして、でワークマンには珍しくあんまりアウトドア感というよりはアーバンスタイルに合うような、ものになります。で2900円です。で、まあ、スプリングコートなんかな感じでね、あの着ていただくのにぴったりかなと思います。
あとはこちらもレディースのパーカー1500円、ね、春らしいカラーパープルとか、ホワイト系ブラック、こちらも置いてありました。でこの辺はエプロン関係ですね。で、こちらもレディースの撥水マウンテンパーカー、ちょうどねこの寒いようなちょっと肌寒いなという時に羽織るのにぴったりなマウンテンパーカーになります。でこちらの黄色が新色ですね。あとこちらもレディースのフーデッドコート、このね、ツートンカラーのやつは、近所のワークマンで見かけて、その後1、2週間置いていったらもうねなくなってたので人気なんでしょうね、人気なデザインかと思います。この辺もレディースですね。サイズの小さい、サイズの、シューズが置いてありました。ちょっとね少し冬物も値下げになっていましたよ。でこちらが撥水系のジャケットですね。ちょっとね光に当たると模様が浮き出てくるような、そんな生地が使われていました。このね花柄みたいな柄は、去年の同じものを、私これショートパンツ持ってるんですが、すごくね使いやすくてよく使っていました。あとはヨガなんかも使えそうなゆるいパンツであるとか、あとはガウチョパンツですね。ロングスカートのようにも見えるガウチョパンツもいろいろありました。あとねこの辺もレディースのパンツですね。でここからちょっとバッグ見ていきます。こちら新色のカラーが出ている1900円の、コーデュラというですね、耐久性に優れた素材を使っている、ショルダーバッグになります。私この黒を持ってるんですが、 500ml のペットボトルが横にすっぽり入って見た目以上にすごく入るので、キャンプの時とかね、ちょっとお買い物する時必ず持って行ってる商品です。でこちらもこれですかね、斜め上、ボディバッグみたいに使えるバッグですね。これは初めて見た気がします。あとこちらもですね、初めてですね。これもコーデュラが使われている、ショルダートートバッグで1900円です。で黒とブラウンと、あとですねカーキがありました。でいいなと思ったのが、この入り口にしっかりとファスナーがついているんですね。こういうこの手のバッグって結構上が何もついてなくて開いてるタイプが多いんですけど、やっぱり個人的にはファスナーがついていると中のものを落とす心配がないのですごくいいなと思っています。でね持ってみたんですけど、重さもそんなに重いわけではなく、肩掛けもしっかりできるので、荷物が多い方にはとてもおすすめなんじゃないかなと思いました。あとこのあたりはですね、お財布コーナーですね。結構ね薄いサイズのスリムな、お財布がたくさん登場していました。値段はですねだいたい780円ぐらいのものですね。大きめのお財布、キャンプの時持ち歩きたくないなんて方は小さめのものを用意してみたらいかがでしょうか。あとこちらがですねマルチケースです。980円で、そのままお財布としても使えるし、スマホなんかも入れても使える、本当に小さな、お財布ショルダーなんて言ってもいいんじゃないかなと思うような商品ですね。お財布ショルダーって結構女性らしいデザインのものって出回ってたりして、私も持ってるんですけど、こういうなんかアウトドアデザインのお財布ポーチってあんまり他で見たことがない気がしていいんじゃないかなと思いました。はい、あと靴下も豊富に揃っています。私が前購入したメリノウールの、春夏物のスニーカーソックスもありました。はい、では試着していきたいと思います。まずこちらのビッグシルエットパーカーですね、1500円。こちらのねベージュがいい色だなと思って着てみました。でこれが、メンズの L サイズなんですけれども、非常にですねゆったり着れる感じで、で上がダボっとした感じなので、下はね黒の細身のパンツを合わせるとちょうどよく着られるし、なんといっても中年女子には嬉しい、お尻が隠れる感じもいいなと思ったのでこちらは購入しました。で、こちらスーツですね。スーツで、上のジャケット M サイズ、こちら試着してみました。2900円です。でリバーシブルで、表側がジャケットとして、
裏側がですね、スポーティーな感じのデザインで着られるというものになっております。こちらのパンツは1900円です。で着てみました。ちょっとね、中に着てるインナーが黒かったので全身真っ黒でちょっと分かりづらいんですが、これね、ジャケットちょっと大きいなって感じました。で、なんていうのかな、結構やっぱりカジュアルな感じのジャケットですね。これで例えばガチガチの営業で相手先の会社さんに出かけるっていうのはちょっとフォーマルさが足りないんですが、例えばもうちょっと崩したカジュアルな感じで着るジャケットとしてはやっぱりストレッチも効いてるし撥水性もあるしで、使える方は使いやすいんじゃないかなと思います。テレワークなんかされる方もね、ズームで電話会議あれテレビ会議なんかするときもですね、1枚羽織っているのにもなんかフォーマルな感じがしていいかなと。でこちらリバーシャルでその作業服スポーツっぽい感じで、こちらポケットが前面に出てるデザインですね。こんな感じでも着てみました。うん、どうですかね。でも私あんまり着ることないので、今回こちらのスーツはですねお見送りをさせていただきました。パンツ良かったんですけどね。はい、というわけで買ってきた商品ご紹介したいと思います。こちらですね、ビッグシルエットパーカー、結局こちら1枚買ってまいりました。価格がですね、税込みの1500円の商品になっております。商品名がムーブアクティブビッグシルエットパーカーです。で、いろんなカラーがある中でベージュをチョイスしました。で、これね、本当に素材が気持ちいいなと思って、まず伸びるんですね。ぐいーっと伸びて、ストレッチが効いてるっていうんですかね。伸びるし、あとね、テロテロとした独特の肌触り、これもすごく気に入りました。で、これ素材何なのかなと思ったら、ポリエステルが 73%、レーヨン 20%、ポリウレタンが 7%。まあ、ポリウレタンがその伸縮するストレッチの素材で、でレーヨンが独特のテロっとした肌触りを出すから、こういうね、生地感になっているのかなと思います。でね、中はね、特に春夏物なので肝になっているわけではないので、逆に肝だと私ね、汗をすごいかきすぎてしまうので肝じゃなくて嬉しいなというところです。でこうパッと見ると、ロゴが入っているのはこの右下のところにですね、ここにファインドアウトのロゴがありますが、まあ、これはあんまり気にしなくてもワークマンバレーしにくいと思います。でそんなにダサくもないので、まあ、これはこれでいいかなと思いました。あとは、ポケットがですね、こちらの左の胸元部分、ここに、小さなポケットがついています。スマホがちょっと入るぐらいのサイズ感ですね。であとですね、両脇にここにポケットがついています。独立したポケットが2つという形です。はい、じゃあちょっと着てみたいと思います。はい、着てみました。私身長163センチあるんですけれども、メンズの L でゆるっとダボっと、着るのにちょうどいい感じかなと思いました。で、本当にお尻の部分もちょっと隠したいので、ちょうどお尻が見えるか見えないかぐらいの長さで、ちょっとビッグシルエットなのもね、可愛いんじゃないかなと思います。ポケット手入れるとこういう感じです。色味もね、非常に春先でも使いやすく、ベーシックで男女問わず使えるカラーなんじゃないかなと、合わせやすいなと思います。やっぱりすごく伸びるし、肌触りが何と言ってもいいので、これからね、ちょうど3月4月ぐらいのシーズンに着るのにぴったりかなと思います。これで1500円すごいいいお買い物したなと思います。はい、というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。私のね、チャンネルではこのように、ワークマンの店内探訪であるとか、あとは、商品に関しての、ご紹介などしていますので、ぜひですね、今回の動画良かったよという方はいいねボタンを、あとチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。